11月13日に朗読劇を聞いてきたんですね。アナザーミー、便利で無限で少しあやふやっていう名前の朗読劇で、これはまあいわゆるオリジナルの脚本の作品です。で、演出をされてるのが、声優の岩田光雄さんで、で、出演されてるのが、中澤雅知さん、あと桑原祐紀さんとか、高森夏実さんとか、小野大輔さん、で、あと青木式さんと、諸星すみれさん。で、私が見に行った日は、ダブルキャストが一役だけあって、重松千春さんが出られてました。内容としてはね、メタバースが、テーマなんですね。メタバースっていうと、メタバースっていう、まあメタバースですね。主人公っていうか、群像劇なんだけど、メタバースの世界に集まる人たちの、まあ、群像劇みたいな話で、で、ある人が、バトルをやる、オンラインゲームをずっとやってて、多分、イメージで言うと、エイペックスみたいな、ゲームだと思うんだけど、そういうところに、ずっと、まあ、ログインしてた人が、同じそのゲームを遊んでたプレイヤーの人から誘われてって、そういうバトルとかゲームを進むのではなくて、いわゆるコミュニケーションを取るためのメタバース空間のサービスがあるから、そこに来てみませんかって言われて、で、入ってみる。で、そこに、まあ、いろんな人がログインしていて、で、そこで、まあ、いろいろな話をして、っていうところで話が進んでいくんですね。で、まあ、メタバースっていう言い方をしたりとか、そのアバターを演じるわけですよね、みんな、その役者さんたちが。っていうと、ちょっとさ、やっぱり今の物語って感じがするんだけど、でもこれって実は SNS の黎明期の頃からあった話で、だからそこはね、すごく、特にメタバースっていうことがあまり詳しくわからない人も、まあ、わかりやすく言えばミクシーだと思ってみれば、なんとなく話は、わかるんですよね。そう、だからこれ面白いのは、結局そういう、仮想の空間で、あくまで登場している人たちはアバターなんですよね。ゲームっていうか、オンライン世界の中のキャラクターだから、実際は、どういう人かっていうのは、要は見えないわけですよ。実際に会ってるわけじゃないし、リアルで知り合いなわけじゃないからね。だから、それで、見えないっていうところの面白さが一個。だそこがやっぱりいろんな、ひねりが効いてくるんですよね、最後にね。で、もう一個、重要なのは、この劇は朗読劇であるっていうことで、いわゆる、ストレートプレイって言われる、いわゆる演劇ですよね。衣装を着て、セットがあって、メイクもしてっていう演劇ではなくて、役者さんが舞台の上で、まあ台本もたまま動くはするんだけど、まあ、あくまで朗読劇なんで、役者さんは、どちらかというとモノトーンの服を着て、色がつかないようになってる。要は見た目のイメージっていうものがつかないようになってる。ですよね。朗読劇って結構そういう、衣装についてはそういう設定をすることが多くて、だそうなってると、まあ、声優さんの声のお芝居の演技ってのはそこで聞いてくるわけですよ。だから、例えば年齢とか性別とかっていうものを、まあ、超えたお芝居ができるっていうね、いうところがやっぱり、これ声優さんによる朗読劇っていうところの面白みがあるなっていうふうに感じましたね。で、内容としては割とコミカルではあるんだけど、その仮想空間でどうやってコミュニケーションを取るのかっていうテーマがあって、そこに結局じゃあみんな、この人たちはどういう人たちなの？本当はログインしてない時の日常生活ではどういう人たちなの？っていうことが、見てると、まあ、なんとなく感じられてくると。で、ラストの方に行くと、人がつながるっていうことの意味みたいなものが、
改めて出てくるんですよね。そのオンライン上でも、まあ人がつながる。でも、それもそれで、一つの、場所なんだけど、でも、やっぱりコミュニケーションって、そこだけじゃないよね、っていうようなことが分かってくると。ちょっと、結構、最後、じんわりあったかくなるんですよね、気持ちが。なんか、すごくいい話だったなって思いました。役者さんもみんな良かったな。やっぱり、個人的にやっぱり知ってる方がほとんどだったんで、この人たちの演技、お芝居を見られるんだったら見に行きたいなっていうのはやっぱり初めに行こうと思ったきっかけなんで。で、やっぱ私、朗読劇がすごく好きなのは、その声優さんがお芝居を生で掛け合いのお芝居をするっていうものを目の前で見られるっていうね、リアルなものが見られるっていうのがやっぱり好きで、そうね、朗読劇って結構前から聞きに行くことは多いですね。まあ、ちょっとね、ライブとか、トークライブとかとはまた雰囲気は違うんだけど、でも、そう、お芝居を、まあ、間近で見て、で、その役者さん同士の掛け合いで、そのまたお芝居がちょっと変わっていったりするわけですよね。アドリブが入ったりとか、あとはその回によってもリアクションが違うし、役者さんが変わっただけでも、また違うものになっていくって。だから本当に舞台って生きてるんだよなっていうことをいつも感じるんですよね。朗読劇聞くと。今回もそれはすごく感じましたね。なんか、そう、いい芝居だったし、これ多分今回はこう、あれがないのかな。配信とかなかったり、多分こういうものってあんまり、まあ今 DVD とかになったりしないことも多いので、そういう意味でもちょっと貴重だったし、貴重だったけど、まあもっともっといろんな人が聞けるといいなっていうのも思ったような、そんなような、舞台でした。そんなとこかな。ちょっと、まあ語りたい、結構本当に、朗読劇聞きに行ったのも結構久しぶりだって、まあ、朗読劇ですっていうふうに銘打たれたものを聞いたのは結構久しぶりだったんで、なんかすごくいい、ものを見たなっていうような感じです。そんなとこかな。そんなとこです。